はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、トライアルがですね、新しく大分にオープンしてきましたので、早速行ってちょっといろいろ買ってきましたので紹介したいと思います。それがこちらでございます。こちら、まあ一袋と米ですね、買ってまいりました。新規オープンです。新規グランドオープンね、新規オープンしてたんですよ、いつの間にか。今回オープンしたのはトライアルのミナハル店ですね。まあどこら辺なのかな、まあ近いところで言うと鶴崎とか森町とか、地名的にね言うとそんな感じです。そんな感じ。まあ県外とか見たらもう分かんないからね、うん、まあまあ大分最近ねトライアル結構できてて、あれ今年だったのかな、坂の市店、あれだったかな、6月とかに坂の市店もオープンしたんですよ。そして今回そのミナハル店っていうのが9月11日にオープンしてました。してましたっていう感じなのよ。いつオープンしたか知らないまんまっていう感じでしたね。いやなんかで通った時に、いや結構前だよね、まあそれこそ6月とかぐらいかな、5月6月かなんか通った時に、8月中オープンってなんか書いてあったのよ。あ、じゃあ8月中オープンするんだなみたいな感じだったんですけど、それからまたしばらくして通った時に今度は9月中旬オープンみたいな感じで書いてあったんですよ、お店のね入り口っていうかあれに。あ、9月中旬ぐらいなんだ、まあ、そのうちホームページ見ればわかるかと思って、9月頭ぐらい見た時にお知らせが何もなくて、あれまだオープンしてないのかなと思ってそのままあしてたんだけど、で9月中旬だからそろそろオープンしてないと思ってホームページ見たら、もうお知らせ、ホームページに一番下のお知らせたんだよ、どこどこ店オープン、どこどこ店ね、なんたかかんたって書いてあるんだけど、何も書いてなくて、あれおかしいなと思って、ミナハルって、もう直接店舗をね、ホームページが店舗見て、九州か、九州で絞って、大分県に絞って、だって一番上にもうミナハル店出てくるのよ。あ、ミナハル店あるあるってポチッと押したら、9月11日オープンみたいな、11、12、13グランドオープンセールっていう広告がドーンって載ってて、オープンしてんのかいみたいな感じでした。全然気づかなかった。はい、そんな感じで、ちなみに行ってきたのは9月13日の深夜に行ってきました。まあ、日付変わってね、まあ、正確には9月14日かな、4日のもう深夜ど真ん中に行ってきました。やっぱねグランドオープンセールじゃないですか今ちょうど、まね、多分お客さん多分めっちゃ来るんでしょうね。店員さん もう深夜ですよ、深夜にこう棚にこうね入れてる店員さんがそれで 20に超えてたんじゃないかな。で深夜に行ったのにお客さんもう30人くらいいたんじゃないかな、多いなみたいな。深夜でお客さん少ない時に行ったはずなのにめっちゃなんかお店の中多かったです。で、まあ、今回の一番の買い物は実はもうこれでした。これ米です。お米がねもうなかったんですよ、あんまり。あとね2キロぐらいかな、うん、そんぐらいしかなかったです。で、まあ、今回買ったのがこれね、コシヒカリ無洗米コシヒカリです。新米の無洗米コシヒカリ、産地はまあどこ書いてあるけど大分県かな、見えるかな、大分県産コシヒカリです。はい、大分県産ですね、うん、だから大分県だから多分ね竹田とかじゃないかな、大分県で一番多分コシヒカリで言うと多分竹田が多分一番有名だと思うんですよね、うん、だからあっちの方のあれじゃないかなと思います。このお米がちなみに5キロの中で一番高かったです。めっちゃ高かった。これが価格的に3099円でした。高いよね、ちょっと高い。他の、日の光か、日の光の普通のね無洗米じゃない普通の米が2699円とかで、これの無洗米じゃないコシヒカリが、2699円じゃなかったかな。いやでもなんか絵が全然違うから多分同じコシヒカリじゃないのよ。普通で無洗米と普通の米だと100円ぐらいしか買わないのに500円ぐらい、500円400円か、400円違ったから多分、ね、同じコシヒカリでも多分なんか違うんだよ、米のあれがちょっと違ったんだよね。買う時にね、こう透明の部分ですからこういうとこ見んのよ。で粒の揃い方とかね、なんか黒いのがあるな、なんだ、うん、あれか、うん、米の粒の揃い方とかそういうのちょっと見るんですよ。一応ね、一応じいちゃんが米作ってたんでね。で見た限りだとお米の色が少し違ったんで、多分ちょっとなんていうか農家さんが違うコシヒカリじゃないかなと思いますけどね、うん、
農家米みたいな、あの農家の無名ブランドのやつがもう混ざってるやつがあるんだよ。なんだったかな、複数米っていうのかな、うん、があって、それが、2659円でした。だそれより比べると、まあ、400円ぐらいあの高いですけどね。です、今から、お米農家さんもあのどんどん稲刈りするところも増えると思うんでね、今後ねお米安定して供給されるんじゃないかなと思うんですけどね。ということでこちら、開封していきましょうか。開封っていうことですけど、まあまあ買いましたね。まあまあ、はい、上からもう行きましょうか。まずこのラーメンですね、熊本ラーメン、そして博多のラーメン、そして鹿児島ラーメンと、これブランド的にはね、あのマルタイ、これですね、味のマルタイです。全部ね、こう鹿児島も、まあ大分だと、まあ、割と定番にどこでも売られてるようなやつ、スーパーとか、ね、ドラッグストアとかでもそうですけど、大体どこでも売られてるような定番なラーメンです。これがですね1個89円でした。89円、あのラーメンね、まあ、たまに食べたい時あるのよ。だからまあ家にめちゃくちゃ、ね、在庫とかであるわけで、1個2個あるかなぐらいな感じなんですけども、安かったんで買ってきました。1個89円ですかね。これはね安いと思います。普通は多分今ねちょっと値段上がってるんで120円ぐらいじゃなかったかな。これ3種類買ったけど、3種類が多分全部だったと思います。もしかしたらもっとあったかもしれない。何を言っても深夜に行ってるんでね、もしかしたらあの箱でなかったかもしれないのがあるかもしれないんで、一応3種類でしたね。はい、ということで続いて入り口、もう入り口入った、入り口にありました、これバーモンドカレーバーモンドカレーです。ハウスバーモンドカレー、まあカレールーとしてはまあね、ちょっともう定番の中では一番高いかな。いや、もっとグレードがね上とかなんかあるじゃないですか。そんな高いじゃなくて、一般的に売ってるほんと普通のメジャーなっていう意味で言うと多分一番高いんじゃないかなと思います。他にもいろいろあるけど、これ量が作れるんでね、水の量がね今 1400ml、 くくれカレーとかが 850ml とかなんで約半分近くなんですよ。ただ安いんだけど量的に言うとバーモンドカレーが多分一番一箱で作れるんじゃないかなと思います。ハウスのやつがね、これがこれもね入り口の方がセールでいくらかな、バーモンドカレー149円です、まあ、カレーとか作らない人にとっては値段わかんないかもしれないけど、普通スーパーで売ってると大体220円30円ぐらいします。今これ高いんですよ。めっちゃ安いと思って買いました、まあ、そのうちカレー作ろうかなと思います。そして、こちら、チキンナゲット超大容量610円です。これはちなみにね、冷蔵品です。冷蔵。で、冷凍も OK と書かれております。これがですね、まあ、610g で、普段、599円かな。が、このオープンセールでいくら ?499 円。まあ、100円安くなってました。これね、美味しいんですよ。美味しい。はい。そして、あ、これ、ちょっとお菓子。お菓子1個だけ買ったか。お菓子1個だけ買いました。こちら、ドドン。アルフォート。アルフォートはまあお菓子の中ではまあ定番じゃないかなと思うんですけど、アルフォートがいくら、アルフォート169円でした。普段ねこれいくらだったかな、260円ぐらいするよね。安い時で199円とかじゃないかな。最近は240円50円60円だけど、これぐらいしますよね。安いなと思って久々にお菓子買いました、はい、そして残り減ってきましたね、はい、一袋だからだ、そんな買ってないですね、はい、そして、はい、卵です。卵買いました、まあ、最近ね卵大分結構安いんですよ。自分もねちょこちょこ食べてます。でこれが卵ね、卵いくら、卵がこの1パックで129円でした。安いよね、そう考えると安いよね。普段トライアルだと今ね180円ぐらいかな、だいたい170円か180円かぐらいです。これねトライアル店舗によるんですよ。店舗によって値段が違う、チェーン店じゃないけど同じ、ね、トライアルって名前がついてるのに店舗によってこっちはね、例えば卵は179円だった、こっちの店舗行ったら169円だったとかあるのよ。同じそのトライアルって名前なのに実は店舗って値段が違う。食パンとかもそうだね。あと大分っていうか、まあ、九州だと割とあるコスモスね、コスモス
コスモスもあのコスモスの店舗によって値段が違ったりするんですよ。あれ卵の値段さっき10円安くなかったみたいな。まあ、あの普通の人は多分ね同じ日に同じトライアルとかって回ったりとかコスモス多分行ったりしないと思うんで、あのそんな気づかないと思うんですけど、実はって感じ、実は店舗によって食パンとか卵とかの値段って店舗によって違ったりするのよ。知らなかったでしょなかなか多分あのちょっと変人なんで、ね、あのそういうことあるんですよ。でもうこう下の方ですね、下の方、下の方、じゃじゃんと、餃子ですね。博多発餃子、ラーメン屋さんの餃子です。チルドです。これ2パック買いました。2パックね。これは普段トライアルだと多分160円70円ぐらいじゃなかったかな。美味しいのよ、美味しい、うん、だからまあちょっといい餃子って感じ。安い餃子じゃなくてちょっと美味しい餃子、いいよ餃子。これがこれね、大体ねグランドオープンセールだとどこでも安くなるんだけど、この餃子が、1つ99円です。99円。だから坂の市の時もこれが99円でした、グランドオープンセールで。その時もそれ買ったのかな、うん、覚えてないな。いや他の店舗で買ったのかな。あの何ていうか、あのどっかがグランドオープンセールするとそのあのセールに乗って他の店舗もね、今回みなはるだからみなはるグランドオープンセールってなんか他の店舗もやってたりするのよ。そうすると同じ価格で売られてたりします。そういうのがあるんでね。でこれは割とセールになりやすい、なりやすいですね。普通のセールだと多分でも128円ぐらいだと思う。今回グランドオープンセールなんで99円、多分1週間から10日ぐらいあると思うんです。こういうのはね結構多分大量に仕入れてると思う、うん、だその価格できないよね、そういう感じです。であと3つ、これね、ちょっと久々になんか食べたいと思って、買っちゃいましたね、これ。3つ買いました。いちご、いちごスペシャル、いちごスペシャル、いちごスペシャル。山崎パンのね、いちごスペシャル3連でございます。はい。いや、なんかね、いや、なんか見てたら食いてえなと思って、最初ね、1個だったら1個カゴの中に入れてて、どうしようかなと思って、このパンの横にお米があったのよ。でお米も一周回ったら無洗米ってこれしかなかったから、うーんってまたパンのとこ行ったら、見てたらもう1個欲しいなと思って、もう1個入れてでそのままもう2つも3つも一緒かみたいな感じで3つ入れてっていう感じでした、はい、でパン3つ買ったっていうですね。はい、まあ、ワクワク、でもシールじゃないのか、まあ、この1点ってついてますけどね、うん、集めてる人いるのかな、はい、ということで、空っぽでございます。で合計金額が、4690円ですね。です。ちなみに、トライアルカードのポイント見せましょうか。はい、ちなみに私のトライアルカードのポイント、3116ポイントあります。基本ね使ってないんでねあの今月執行があるな、執行が64ポイントあるんで、こう執行分ぐらいしか使ってないので、ずっと貯め続けてるとこんな感じになりました多分3000ポイント持ってる人なかなかいないんじゃないかな。家電とか何も買ってないからね、これで普通の食品だけでこう溜まってて、昔もっとね10倍とかあったね、ポイント10倍とかさちょこちょこあったね。その時になんか溜まってたって感じ。あとポイント対象ものを買ってたとかぐらいです。家電みたいな買ってドーンって入ったわけじゃないんですよ。これちま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 増えてって、ただポイントの期限が何年ぐらいだろうね、5年ぐらいなのかな、多分それぐらいで多分切れるんですよ。だからその執行ポイント分プラス、だから今90、60だったかな、だから今月9月30日で64ポイント切れるんで、これであの150円ぐらい使ったりとかなのでたまるしかない。そんな買いもしないけどね今は、はい、まあ、そんな感じでございます。ということで、まあほんとね、もういちごスペシャルは食べたくて、まあ見つかっちゃいましたけども、ね、めったにパンもあんま食べないんですよね。あ、食パンも安かった。トライアルの食パンが99円だったかな今、じゃなくて山崎の食パンだったかな、
がなんかが79円かなんかで、あれ安いね多分。普段110円か120円ぐらいかな、トライアルだと。イオンだと150円ぐらいで売ってる食パンが、あの79円かなんかで売ってて、まあ、買おうかなと思ってもこっち買いました。味ついてるんで、うまいし。っていう感じでしたね。はい、他はね、いろいろまあ見たんですけど、まあ、ほとんど、まあ、広告の品以外っていうのは、基本、あのトライアルの価格なんですよ。だからそんなに買うのなかったかなといった感じです。まあ、多分ね、他の店舗でも多分やってるんじゃないかな、シキド。いや、やってないか、釣られてね、どっか国家がやってたりしたりするんだけど、広告を見る限りやってないね。ミナハルはミナハルのみだけ。あの坂の市の時はね、今ちょっとホームページ見たんだけど、坂の市の時はなんかね、あの一緒にこうね、グランドオープンセールのなんかね、あの流れで他もやってたりしたんだけど、ちょっと今は見る限りやってないっぽいな。やってんのかな、まあ、普通のセールはやってるけど、なんかその釣られてセールじゃないけどね、ミナハルグランドオープンセール祝いみたいな祝いセールじゃないけど、坂の市はやってたんだけど、ミナハルはやってないっぽいですね、他の店舗は。はい、なので、まあ、しばらくで、ね、セールやると思いますので、まあ、あの大分の方でちょっとね、おセール行ってみようかなっていう方はね、ぜひ行ってみてください。店舗としては、まあ下郡と中が一緒ぐらいかな、もうちょい狭いが、坂の位置よりは狭い、うん、一回り狭いですね。坂の位置は一回り二回りが狭いかな。下郡とまあ一緒の広さぐらいかなっていう感じです。はい、まあ、そんなところですね。ということで、トライアルミナハルグランドオープンセールに行ってきて、あのパンをたくさん買ったという動画でございました。ということで、以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。